はい、水口です。今日は、本当はねちょっと違うネタをやる予定だったんですけど、予定ができてちょっと自宅のオフィスに先に戻ってきてしまったんですね。で、どうしようかなと考えて、カメラについてちょっと質問もいくつかもらっていたので、そんな話をしたいなと思ってます。カメラの周辺機器の話ですね。で、一番多かったのが旅先でバッテリーどうしてますかっていう話です。で、バッテリーに関しては僕だとそうですね、ソニーでもニコンでも少なくとも5個6個は持っていくんですよね。ただ充電ができないっていう状況はそんなになくて、 Amazon ぐらいですかね、できないっていうのは。うん、 Amazon、 まあでも Amazon でもマザーボードの釣りだとできるんですよね。だから充電できないっていうのはそんなにないので、普通の旅をする分には困らないかなと。ただ充電器をたくさん持っていった方がいいですね。で、これが僕のいつもの充電器入れ。これは比較的短い旅の時にこれをピュッと、まあ、国内とかに持っていくものなんですけど、こうなんですね。こんな感じです。で、バッテリーがね、3個。これソニーの方ですね。充電器が1つ。で、ここにレンズキャップの、あ、これはボディキャップですね。ボディキャップとレンズキャップをこう入れていると。これ予備ですね。なくすこともあるんで、これ予備で入れてるっていう感じですね。こうね、バッテリーが。ここに置く。バッテリーが、どうぞ、ちょっと。欲しいですね。バッテリーが3つね。これ映るかな？バッテリーが3つと、充電器が1つ。で、充電器のケーブルはこう短くしてるんですよ。で、通常だとね、結構長い、これの3倍か4倍ぐらいあるケーブルが付属してると思うんですけど、実はこの形状の電源ケーブルって、ケーブルだけで結構売ってるんですね。で、この短い、これ何センチかな、20センチですね、確か20センチ電源ケーブルで検索すると出てくるので、この短いタイプって結構十分なんですよね。で、ケーブルの重さっていうのもバカにならないし、この短さだとこの小ささですもんね、という工夫を旅だとすればいいかなと。で、こういう風にね、ケーブルは離して保管した方が荷物は綺麗に収まりますね。こんな感じになります。で、これで十分なんですよね。で、これをもう一回入れましょうか。こう入れて、まあ、ケーブルもこう入れて、入れますよね。こう入れて、バッテリーを3個。もっと入りますね。もっとあと2、3個入りますけど、まあ国内ぐらいだったらこれぐらいで十分すぎるぐらい。充電器も使わなくてもいいぐらいですよね。これで国内線だと大体出かけるという感じですね。こんなちっちゃいケースに、はい、入れてます。で、あとはね、記憶媒体ですね。そっか、こっちの店だもんね。ソニーのアルファシリーズの場合は SD カードなんで、じゃん、こんな感じです。9枚、あ、12枚ね。計算できない。
12枚入るタイプを使っていて、ここにねシーリングがされていて防水になってますね。で、まあ、防水でとてもいいんだけど、中が湿った時にずっと湿ったままだっていう欠点があるので、中を湿らせないようにするのが大切ですね。ただこの状態でフィールドに持って行って開けて、まあ、濡れることがあるわけじゃないですか。そしたらどこかで乾かしてあげるのが大切です。はい、これがあの記憶場合、これ SD カードの場合ですね。ニコンの、まあ、D5 とか D800 系のカメラの場合は、僕は CF カードを使ってるんですけど、これ CF カードこういうサイズですね。サイズこれぐらいですよね。これをこれ何個入りかな、これ10個、10枚入り、こう10枚こう入るように入れて、こうやってくるくるっと巻けるようになってるんですね。これシンクタンクさんの、はい、製品です。このよくしてくださる方がいて、このシンクタンクで働いてる方がいて、そこから買わせていただいてますけど、とてもいいですね。やっぱりこのシンクタンクさんの製品って本当に現場に行ってる人が作ってるから、物が確かですよね。現場行かないで物作ってる人って世の中たくさんいてですね、それもすぐ分かりますね。これ現場行ってないっしょ、これはもう言ってます。シンクタンクさんの製品は全面的に信用してもいいぐらいですね。はい、あとはね、まあ、ウエスは必ず僕は2枚持っていきます。1枚が汚れた時、湿った時に拭くものがないと困るわけじゃないですか。まあ、多ければ多いほどいいですけど、荷物が多すぎるのも、多くなりすぎるのもなんなんで2枚ですね。で、色違いを持っていくようにしてます。なんでかっていうと、こう重ねた時に2枚あるかどうか分かんなくなるんですよ、同じ色だとね。で、あとはあ、オレンジ色が今ダメになってる、だから青を使おうっていう考え方ができると。で、ちょっとキメの濃さもちょっと変えてます。これはちょっとこう吸水力のある方で拭こうかなとか、こっちはもうちょっとこう繊細に拭けるウエスなんですけど、そういう使い方もできるので、2種類、2色、色が違うものを持っていくようにしてますね。で、クリーナー系で言うと、このハケですね。ハケもちょっと必要ですね。ハケと、これはね、レンズペンって言って、どうやって外すかでいこうか。レンズペンって言って、ここにね、なんていうんですかね、ゴム状のものがこうついていて、こうレンズをキュッキュッと拭いたりとか、ファインダーを拭いたりできるんですよ。で、これはね、逆向きにすると丸くなっていって、こっちがね、レンズ用なんですよね。ね。で、こっちの三角になってる方が、四角いところが拭きやすいようにこういう形状になっていって、要はファインダーの中。ファインダーの中ってこう、凹凸の凹ですね、オーブになってる、へこんでる形状になってるから、こういう形の方が拭きやすいということですね。で、ファインダーがやっぱり汚れてると綺麗な写真が撮れなかったりするので、レンズばっかり拭いてるのではなくて、ファインダーも綺麗にした方がいい。大抵すごい写真を撮る人はファインダーが綺麗です。なんかプロってすぐみんな言うでしょ。まあ僕も言ってますけど。ね。なんか、なんとか、ニコンプロフェッショナルとか、なんかソニープロなんとかみたいなベルトをはめて越に言ってるけど、あれだよ、本当にプロなのかなって本当に思いますけどね。撮ってる写真見ても、まあ、みんな似たような写真撮って。ね。あれ、あのベルトだけは絶対にしないとこうって僕は思ってますけど。何がプロなんだろうなって、こうプロの人も怒られそうですね。カメラの世界もでも怖いですね。
またこの動画をアップするとカメラ警察、レンズ警察みたいな人たちが動き出すと思いますけど、もう全然僕は困りませんけどね。その取り締まりが始まりますよね。けしからんみたいな。釣りはあんまりいないですね、そういう人。カメラはでもカメラ警察いますよね。もうなんか、なんて言うんですかね。でも警察になりきれてないですよ。言ったら駐車違反を取り締まる民間のおっちゃんたちいるじゃないですか。もうめんどくさい人たち。ちょっと止めただけで。あれ隠れて取り締まったりしますからね。ああいう類の人たちかなと思ってますね。カメラ警察。いろんな警察いますけど。フィッシングはちょっと見かけないですね。アウトドアもちょっといますよね。まあどうでもいいですけどね。はい、で、ブロワー。これも絶対必要ですね。これはね、ベルジョンの。これ紹介したことありますね。はい。これ時計用のブロワーなんですよ、実は。時計の整備をする人、時計のメンテナンスをする職人さんが時計をばらした時に使う、こうちょっとこう繊細にシュッシュッと、カメラみたいにこんなに思い切りこんなしないです。ちょっとシュッシュッシュッ、これぐらいですね。シュッ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 ってするぐらいの。でもこれがね、この前高が低くて、こう前幅幅も狭くて非常に持ち歩きやすくて、僕4個ぐらい持ってますけど、これがすごくやりやすいね。はい、これちょっと超おすすめです。これもう旅に行く旅カメラの人は、持ってなかったらぜひ導入を考えてみてください。そんなとこかな。あとね、この便利なのがソニーさんのこのグリップですね。これで1万円もするんですけど、もうこれがあるとないとでは全然違う。縦位置グリップをつけるとバッテリーが2倍になって便利なんだけど、やっぱり前高が大きくなってね、カメラ自体の大きさも変わってしまうので、バッテリーをねそこまで使わないんであれば、このエクステンショングリップ、こうつけるんですよ、ここの部分ですね。そうするとこう握りやすいというものですね。こう片手でも持ちやすい。これがないとこう小指が余るんですよ、この小指がね。でこのグリップをつけると、この三脚の取り付け、メスネジの部分を利用してつけるんですけど、取り付けて、要はバッテリー室の下の部分にこのグリップが来るようになるんですよ。でじゃあバッテリー変える時どうするのっていうふうに思いますけど、こうですね、これもずらせば、こうずらして、こうすればバッテリー室にエントリーできると。でバッテリーを交換したら閉じて、これをまあ、こう引きすると傷がつくんで、ちょっと持ち上がるようになってるんですね。ここバネが入ってるんですよ、ここに。こう持ち上げるようにして、またこうカチッと、こう分かりました、音。音しなくなっちゃった。あ、しましたね。このポッチがはまるようになってるんですよ。よくできてるんですよ、これが。で、また閉めれば、はずれなくなると。ここにね、ポッチが3つだったかな、3つあって、カメラボディにも穴が開いてるからカチッとはまるようになってるんですね。よくできてる、まあ、1万円の価値はこれありますね。このエクステンショングリップ、これはもう僕も3つ持ってます。カメラ2台しか持ってないのに、もしものために3つ持ってるということですね。はい、あとこれを紹介しておきましょう。で僕がまあ、国内、あとはこう東京都内で撮影するときに、機材がちょっと大きいときですね、どういうバッグで行ってるかなんですけど、いつもは道具カバンっていうカバンがあって、それに入れてるんですけど、
まあ、今回ちょっと廊下板を増産することになって今ない手元になります。今使ってるのがこのヘルツさんのカバンですね。こういうカバンに入れていくのもいいですね。このサイズだとソニーのカメラだと、α9 も今この動画を撮ってる 7R3 も入れられて、レンズももう一本入るんですね。今カメラも入れ出してるんで何も入ってます。であとはこういう望遠、この70-200のレンズですけど、この望遠レンズをつけた時はさすがにさっきの革カバーには入らないので、これね、これリモアのなんて名前だったかな、コスメケースって名前だったかな、こう正式名称、まあ、ちょっとまた調べて入れておきますけど、このコスメケース、要は化粧品、メイク用品を入れるためのこれリモアのケースなんですよね。でこれを僕改造して中に緩衝材をこう入れてですね、ウエスト入ってますね、ここに緩衝材こうつけて、横にこういうこれも緩衝材で、あとこう板がこうはまるようにこうスリットがここにね入ってるんですけど、この貼ってカメラが入れられるようにしたのが僕のカメラケースの一つです。これ非常に便利で、ちょっとカメラ1個こうしましょうか。こうですかね。カメラ。これ。これ。ね。これアルファ9を、こう入れても、楽々入ると。で、望遠も、まあ、この交換用レンズっていうことでね、こうも入ると。で今7R3 はこの動画を撮ってるので入れられませんけど、2台入りますね、アルファ系の。ちなみに例えばこのアルファ9にね、この望遠をつけても入ります。ね、こういう状態ですね。この状態で、ね、こういうふうに入ると。でどうですか、こんな感じで入ります。で僕はね、常に撮れるような状態にしてカメラを持ち歩きたいので、通常はフードをこう撮影する、あれ、はまんねえな、そうですね、撮れる状態にしてこうね、美しいでしょ、ぴったりこう入ると。70-200をα9に装着してこう持ち歩くとね。でここに 7R3 も入りますし、こういう備品をねこうやって入れてさ、あと何ですか、ウエスをこう入れて、ね、ウエスをこうどんどん入れていきましょうか、ウエス入れてね、このメディアケースをこう入れて、こうやって持ち上げる。はい。こういう状態で。で、ケース自体もとっても丈夫だし、で、この前面に数字が3つあるでしょ。ここね、鍵もかけられていいと。まあ、これごと持ってかれたら終わりですけどね、当然ね。こういうふうにして、こうやって持ち歩いたら、こういう状態で持ち歩いてると、あ、カメラマンだなっていうのも気づいてくれるんで、いろいろこう見た目で便宜を図ってもらうことを想像して行動できますよね。あ、これなんか大事な道具が入ってんだなっていうふうに人に扱われるようになるんで、このケースは結構重宝します。リモアのケースってね、
見た目かっこいいっていうだけじゃなくて、あ、この人はちょっとなんていうんですかね、民度が高いというか、そういうふうに思われやすいっていうメリットがありますね。このケースを持ってホテル行くとちょっと扱いが違ったりとか、ベルボーイも荷物も大事に運んでくれたりするんで、これ経験上ですけどね、いろんなリモアケースを僕も持ってますけど、リモアのケースで行くのとリュックサックで行くのとではこう人の対応が違うと。人ってまあこう見た目で判断するんですね。でどんな時計はめてるか、あと一番見られるのは靴ですけどね。靴を見て人を見ますよね。人はこう靴を見てクロックスかみたいなね、革靴、あ、この革靴、あの革靴でしょうって靴を見て人を判断しますね。僕も大学行ってる時に大学の先生に教わったのは、大事な時にはいい靴を履いていきなさい。それはこの会社を作る時にも教えてもらいましたね。大切な契約の時にはいい靴を履いていきなさい。いい洋服着てくのは当たり前ですけど、いい靴を履いていきなさいって言いますね。で、その人がどんな人か判断する時にはやっぱ靴を見なさいって、まあ、いろんな人が言いますよ。このカバンよりも靴の方が大切だっていう結論で終わっていいでしょうかね。はい、そんな感じかな、カメラの話は。はい、明日はね、また全然カメラとは違う話をしたいなと思ってますけど、今日はカメラの話で、終わりにしたいと思います。はい、そういうことでまた。